モノディスフィアを実況プレイ進行役のドットコムドットコムです。さあ、今回から、2周目のプレイやっていきたいと思います。はい。じゃあ、まず最初はですね、今回は、第55回目、緑の世界の第3ステージ、未だ平穏な谷の赤いクリスタル集めをやっていきます。この赤いクリスタル集めなんですけれども、これはステージ2回目に入ると出てくるようになります。まあ、これに関しては、運が最初に言ってたと思うんですけれども、狭いところで水平移動のコツは真横よりわずかに上方向に移動することです。ちょっとごめんなさい、また処理落ちしましたね。まあ、クリスタル集めについては、一番最初の準備運動の時でもお見せしたので、まあ、わかると思いますけれども。結構頭ぐんぐんぶつけちゃうな、これ。スフィアが現れたみたいですよ。この狭いところから出てみましょう。で、ここに出ますね。はい、こんな感じです。で、一度クリアすると、こんな感じでリザルトが表示されます。まあ、重力波を何回使ったかとか、あと、なぜか頭をぶつけた回数もここに出てくるんですけれども、で、あとクリア時間とダメージが表示されます。まあ、なので、2周目のやり込みプレイの参考に、こんな感じでやるのかなとは思います。